そうですね、2日連続、まあ、その2日連続で、その、このあと、鈴木みくる選手が登場してくるんですけど、まあ、鈴木みくる選手は、やっぱりこう疲れてると思いますね。がっつり試合やってますからね。さあ、これは、こう。ミドルですね。ミドルミスですね。7センチ外しちゃいました。さあ、対する滝田選手、その内につけてきます。2.44。滝田選手先行の501ゲームスタート。さあ、滝田選手先行ですね。まあ、ダーツの試合って案外ね、こう楽そうなんですけど、でもウォーミングアップからやっぱりもう会場にもう8時半とかに入ってきますからね。それがずっとウォーミングアップしながらですからね。さあ、140スタート、佐野史郎選手。456。さあ、140スタートを決めたのでね、ここはこう少し気楽にね、ちょっとラインを上げていいと思いますね。狙わない。ああ、ここ100、140からの100、ベストスタートですね。うまいですね、佐野選手。261残り、いい筋です。さあ、353、ここは大きく削りたい局面。231残り。あ、ここでロースコアで滝田選手が詰めるチャンス。293残り。腕の振りがね、いいですよね。100捉えてきました。193残りに対して201残り、佐野史郎選手。ここは20ラインで上がり目をしっかり作りたい。これで上がり目は出ます。156残り、対する193残り。ここもしっかり上がり目を出したい局面。さあ、ここ18でナイスアレンジ。140残りという数字を作ってきました。156残り、サイドですね。15取ってきましたね。そしてこれもう1本。いや、55で101残り。さあ、滝田選手140残り。さあ、ここはもう20を貫きたいところだったんですが、さあ、101残り。
19チョイス。トリプル捉えて。3をチョイスでナイスアレンジ。トップアレンジですね。いいですね、佐野選手。さあ、108。まあ、20、19とかいうところですけどね。あっと、これは投げミスですね。さあ、佐野選手。40残り、ここは相手に回したくないですね。1投目うまい。いや、見事に決めてきました、佐野選手。滝田選手、あ、佐野選手ですね。佐野選手先行のゲームスタートになるんですね。ブレイクスタートからの佐野選手の先行のゲーム。うまいですね、本当。リズムもいいですね。さあ、滝田選手も投げミスがたまに出るんですけどね、いい時はかなり狙えてる感じしますね。こんな感じで、さあ、60捉えてきました。460トリプルからいい感じです。140いきました。でめちゃめちゃ調子いい感じですね、佐野選手。260、いい数字を残してきたのは佐野志保選手。375、ここは100取りたいですね。100を取ると、いやー、ナイスだ。注文通り275残りに対して260残り。さあ、もう一回ここ100取りたいですね。100取ったら160といういい上がり目が出ます。さあ、あー、ここ100取りたかったですね。さあ、275、ここもですね、60絡めたいですね。20ライン。あっと、ここはもう60、60じゃないと上がり目出ないので、これで6上がり目なしですね。3本目にね、ブルっていう選択肢があったんですけどね、そしたら上がり目出る感じだったんです。じゃあ上がり目130作ってきました。さあ、ここも2本は必ず20ラインで収めたい。なっと、これはいただけない。トリプル絡まないといけない局面ですね。上がり目出せず、130残り。さあ、もう一本。さあ、ここは上がり目が、滝田選手の上がり目がないので、ここは90残り、18からいっていいと思います。さあ、194残り。これで20。
あ、ここ20入れてたら164というね、上がり目出てたんですけど。さあ、これどうするんだ。さあ、インナートライ行くのか。まあ、ここはね、行ってもいいし、行かなくてもいい。アレンジまででもいいです。アレンジするとしたら18、10。狙う。さあ、166残り。60取られてきました。18トリプル。さあ38どうする。1本アレンジ挟むのか。狙う。ああ決まらず。さあ90残り。ここはもう20トリプル、20ライン、18からいく。さあ16から、そしてアレンジまでですね。ナイスアレンジ。さあもう一回19いくのか、それともアレンジ挟むのか。アレンジ挟んできましたが、これアレンジミスですね。アレンジミスではなくて投げミスですね。さあ7、失礼しました、9に入って、これやっぱ大事ですね。ここアレンジのためのシングル大事ですね。さあ滝田選手にチャンス、きちっと決めなければいけない。このスティールダーツのアレンジ、相手にチャンスを与えてしまいます。あー狙えてはいたんですが。さあもう一回アレンジ挟むのか、それとも狙うのか。あーっとトリプル入りましたが、今度は良かったですね。さあ5ダブル。さあ勝利への12ダブル。6ダブル。さあ集中。あー狙えてはいるんですけどね、決まらず。さあ佐野選手、この5ダブル狙えてます。アレンジからの2ダブル、勝利への2ダブル。あー決まらず。さあここ大事、2ダブル思い切ってもう内に入れるぐらいの感じで、まあ今のね狙い方としてはもうダイレクトでね、うちに入れるぐらいの感じで思い切って攻めてよかったんですけど。さあ佐野選手いいところにつけてますよ、いいところにつけてます。ぶつければ入る、内側にぶつけたら入る。うわね、狙えてはいるんですけど狭いダブルに決まらない。いや、いい感じで投げれてます、
いい感じです。うわー、まあ、よかったですよね、3頭とも。さあ、どちらが先に入れるのか。入れたら勝ち、外したら負け。いやさあ、これ緑前に決めたですね。いや、いい感じですよね、上から。決まった、佐野選手がこの緊張感のあるダブルの打ち合いを制しました。